エトラちゃんは見た。私はカリン、ごく普通の OL。 これは私が長期休暇で実家に帰るために車で高速を走らせていた時の話。そろそろサービスエリアか。お腹も空いたし一回休憩しよっかな。いい景色にいい天気、富士山もはっきり見えて。どうしたんだろうあの子。ただごとじゃなさそうだ。あの、大丈夫ですか？何かあったんですか？具合でも悪いとか。彼氏に置いてかれたんです。聞けばその子は同郷の彼氏と車で帰る途中に喧嘩になってしまい、サービスエリアに降ろされ、荷物などは車に積んだまま置き去りにされたらしい。ひどいわね。金も持ってないし、こんな長距離を高速で帰るなんて初めてで、ここがどこだかよくわからないし、富士山が見えるから静岡だってことくらいしか。もうどうしたらいいのか。どこへ帰る予定だったの？鈴鹿です。そっか、じゃあ乗せてってあげようか。いいんですか？うん、大丈夫だよ。携帯貸してあげるから家族に電話しな。インターチェンジ降りたところまで迎えに来てもらうようにさ。ありがとうございます。私は見かねて女の子を送り届けてあげることにした。そして車に乗せて高速を走らせている時、話を聞いていて開いた口が塞がらなかった。高速代とガソリン代出せって？彼氏が？まさかの全額？はい、僕が運転するんだから当然だろうって。でも私は免許持ってないし、高速をずっと運転するの疲れるだろうから、それは出さないと。そう？普段から私は迷惑かけっぱなしだし、これくらいはって思って。迷惑？私トロイからよくフォローしてもらうんです。彼とは同じ大学なんですけど。柊木さん、言われた通りお弁当作ってきたよ。うん。あ、愛妻弁当か？そんなんじゃないよ。ちょっと見てもいいかい？え、うん。ちょっとみんなも食べてみてよ。味付け薄くない？それに彩りがちょっとな。え、ごめんなさい。そう？普通に美味しいけど。うまっ。うん。いやいや、この前ユリが美味しいって言ってたお店がイマイチだったから心配して作らせたんだよ。これはもうちょっと鍛える必要があるね。これから毎日作ってくること。別にそんな悪くないわよ。厳しすぎじゃないの？俺もそう思う。ユリ、あんま気にすんね。ありがとう。いや、ダメだよ。向上心持たないと。今後恥かくのはユリなんだよ。はい、って感じで。私の料理が下手なのを気遣ってくれたり。なんかそれおかしくない？そうですか。あとはユリ、なんだいその格好は。え？ねえ、ここにはたくさん男の人がいるって分かってるよね。それなのにそんな格好して何も思わないの？あ、これのこと？大体さ、そんな太い腕放り出して恥ずかしいと思わないの？僕まで恥をかかされるんだけど。ごめんなさい。とか。私が気が回らないから、そういうところ注意してくれるんです。それおかしいって、恥かかされるって。でも今日置いてかれたのも結局は私のせいなんです。当然高速代やガソリン代は払うつもりでいたんですけど。僕は朝ごはんこれにしようかな。ユリ、お会計よろしく。え？え？あ、僕に出させるつもりだったの？高速運転するの体力いるんだけど。あ、そうね、ごめんなさい。はい、ペナ1ね。ソフトクリーム追加。え？今日は贅沢ができそうだな。私の出現のせいでどんどん買うものが増えて、朝食やお土産なんかもバンバン買ってたらお金がなくなってきて。あの、私も実家に何か買って帰りたいから、その辺で。え、別によくない？買う必要あるの？でもそもそも君が運転すればいいだけの話じゃないの？違う？わずらわしい。もういいよ、一人で帰りな。待って、柊木さん。
じゃあね。ひったい、何その男。でも別れないよ、絶対そうした方がいいって。でも私はあの人に捨てられたらどうしたらいいか。え、こんなダメな私にはっきり言ってくれるのは柊木さんだけなんです。私がもっとしっかりした人間になるためには彼の言うこと聞かないといけないと思って。傍から見たら粗末にされてるだけだよ。でも優しいところもあるんですよ。今日だって運転は心よく引き受けてくれたし。それは自分も帰るからでしょ。それで道中ネチネチ攻めてお土産代とかたかってるんだからさ。それは優しさとは。私が至らないからだって柊木さんが。これは完全に洗脳されてるわ。聞けば聞くほど哀れに思った。きっとゆりさんは彼のことが大好きなんだろう。その大好きな彼に細やかに否定され続けていって、すっかり自己肯定感をなくしてしまったのだ。その後鈴鹿に着いてから彼女を降ろした。お母様ともども深くお礼をされ、私はこう言わずにはいられなかった。お世話になりました。ねえゆりさん、連絡先交換して。これも何かの縁だしさ。ええ、もちろんです。大きなお世話かもしれないけど、私は彼女の行く末が心配になったのだ。そして彼氏との関係について相談された時は親身になって聞いてあげ、なるべく別れることをお勧めしていたが、一向に平行線のままだった。そんなある日のこと。ゆりさん、こんないい大学通ってたの？しかもここの医学部ってエリートじゃない。カリンさん、来ていただいてありがとうございます。ええ、私はゆりさんの学祭に招待されたのだ。そして彼女の案内で学祭を楽しんでいたのだが、相変わらず彼氏とは別れてないのね。はい、でもカリンさんのおかげで気が楽です。いろいろと相談に乗ってもらってますし。別れるのが一番だとは思うけど。あ、ゆずりはちゃん、あかねちゃん、後で展示見に行くね。うん、ありがとね。また後でね。今のお友達？はい。よそよそしいな。なあユリ、さっき桂教授が呼んでたぞ。成績優秀者の表彰式の件だって。あ、ありがとう。え、成績優秀者なの？すごいね。いえ、たまたまで。私なんか人一倍頑張らないと。あ、柊木さん。あ、ユリ、誰それ？それいつも話してるカリンさんよ。お世話になってるから来てもらったの。ふーん、僕のことはほっとくんだね。え、どうもカリンさん、いつもユリがお世話になってます。この子どんくさくて話してるとイライラするでしょ。はあ、ほら今だって僕のことはさっさと紹介しないし。ごめんなさい。すみませんね。ほんとグズなんで僕がいないとダメなんですよ。いくら成績が良くてもこれじゃね。やっぱり世間の常識を身につけないとダメなんですよ女は。あいにくですが、常識がないのはあなたでしょう。はい。初対面で自分の彼女をないがしろにして何が常識よ。謙遜のつもりでやってるなら大バカだわ。なんだって？ここへ来て実態がよーくわかったわ。あなたゆりさんに嫉妬してるのよ。自分より優秀だから勝てないからわざと雑に扱ってプライドを保ちたいんでしょ。カリンさん、友達から遠巻きにされてるのもあなたのせいね。こんなのしょっちゆう見せられたらたまったもんじゃないわ。ユリ、君この人に普段何話してるの？違う、ユリさんはあなたの悪口なんて一言も言ってないわよ、器の小さい男。いい加減にしろよ、言わせておけば。やっちゃったなと思った。カッとなって一気にまくし立ててしまった。こんなのユリさんが一番望んでいないっていうのに。それでもどうしても怒りが収まらなかった。暴力振るう気？そういうところよ。口や成績で勝てなければ嫌がらせや力でマウント取るのね。ふっ、ほんと陰険な男。黙れ、そんな。やめて。私の大事なお友達に暴力を振るわないで。ユリさん。ユリ、君こんなことしてたらじゃ。別れましょう。もうあなたと私は一切無関係よ。これ以上何かしたら警察を呼びます。そうだそうだ、別れちゃいそうなやつ。ざまめろヒューラゲ、調子乗ってるからだぞ。よかったわ、ユリの目が覚めて。帰れ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 。
ユリさん、ごめんね、私。わかった。ありがとう、カリンさん。うん。うん。大丈夫？ユリ、よかったね。私たちずっとモヤモヤしてたのよ。そうよ。別れなさいって言っても聞かないんだもの。あんな男、優秀なユリにはふさわしくないのに。ユリがちゃんと別れる決意したんなら、今後あいつが何かしてきても俺らがガールしてやっからな。私がひどい目に遭うのは耐えられるけど、カリンさんに手を挙げられるのは見過ごせませんでした。だってカリンさんは私の命の恩人だもん。みんなも別れろって言ってたけど、言うこと聞かない私をずっと見捨てないでくれてたし、本当に本当に大事な人たちなの。その大事な人の言うことを聞かなかったから起きたことなんですよね。反省します。ユリさんならすぐにいい人見つかるよ。これからは周りの人と同じくらい自分を大事にしてね。さてその後どうなったかというと、彼氏はあの後学校にほとんど来なくなってしまったらしい。しまいには辞めてしまったとか。周りの友達曰く、プライドだけは一丁前だから耐えられなかったんだろうとのことだが、その後どうなったのかは知る由もない。さてユリさんはというと、それから数年後の姿を紹介しよう。新型コロナウイルスにおける医療現場の実態に迫ります。現在も圧迫し続ける病床と人員不足に耐えながらも、今日も現場は力を振り絞っております。はい、確かに苦しいです。身を粉にして尽力しておりますが、まだまだ圧倒的に力不足で、しかしなんとかみんなで協力すれば乗り越えられると私は信じております。あれ以来ユリさんは友達にも恵まれて、すっかり自己肯定感が回復したという。人一倍頑張り屋で、他人を最大限尊重できるユリさんのことだ。きっとユリさんがいるなら大丈夫だと確信できる。ユリさんを含む医療現場の人々を応援しつつ、私は今日も予防対策に努めている。お知らせです。能力ナンバー X。 ご視聴いただきありがとうございました。常識を教える立場でありたいのであれば、まずは自分自身の言動を見直すべきですよね。そもそも否定され続けるより、自分を肯定してくれる人をパートナーにしたいですよ。まあだからといって何でも肯定してくれる人がいいとは限りませんが、なのでそんな彼氏はおかしい、別れないよとずっと言ってくれていた周りの友達を含めて、悪いことは悪いことだと言ってくれる人と関わるべきですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。